B ライオンチャンネルです。アメリカの東海岸より動画を配信しています。今日の動画は見るというよりも聞いていただく動画となります。アメリカの話題です。トランプ大統領は2020年の選挙の不正事実に関して多くの訴訟を起こしています。この件に関して今後の公式声明発表はルディ・ジュリアーニ弁護士が担当すると述べました。今後は選挙の不正の証拠や起訴についてはジュリアーニ氏が代表して発表することになります。続いては前回の動画でお伝えしたドミニオン電子投票システムについてです。11月13日の早朝、保守派のテレビ番組のニュースマックスでルイ・ゴマート下院議員が司会のクリス・サルチェードさんにこう語った。スペイン経由で不正選挙データをドイツでホストしていたスキュール社が米軍の大規模部隊に家宅捜索された。その後フランクフルトでそのサーバーが米軍特殊部隊によって押収された。アメリカ政府はドミニオンのサーバーが票の入れ替えに関与していると判断した後、情報機関がサーバーの捜索を始めた。そのサーバーに合法的にアクセスして使用するためには国務省と司法省の連携が必要だった。このサーバーの押収の許可を得るためにはドイツ政府に協力を要請し、理解と協力の下で任務を遂行した。この種の押収に必要な適切な文書が作成され署名され、この作戦には米軍の支援が大きくあった。ただ言えることは米軍が主導権を握っていたわけではない。この話はルイ・ゴマート下院議員が番組内で話したことをまとめたものです。米軍がドミニオンのサーバーを押収したと聞いたとき、トランプ大統領がエスパー国防長官を解任した理由が分かった気がします。ではスキュール社とはどんな会社なのか。スキュール社は2001年にスペインのバルセロナで設立され登記された会社。スキュール社はドイツのパラゴングループが所有している会社の一つで、パラゴングループはドミニオン投票システムとともに電子投票システムと選挙技術を提供する会社。同社の製品とサービスは世界中の選挙や国民投票で使用されています。スキュール社はこれまでに 129.6 ミリオンドルの資金を調達しています。人を困惑させる可能性があるという理由で動画が削除される可能性があるため、スキュール社に資金を出していた投資家の名前はここでは言いませんが、誰もが知っている大富豪2人が記録されていました。続いては11月14日の米国東海岸の午後9時30分 FOX の番組の放送から。前連邦検察官でトランプ陣営の一人シドニー・パウエル氏が司会のジャッジジェニーにドミニオンシステムについて簡単に説明した。パウエル氏によるとドミニオンは南米のベネズエラで制作されたもので、選挙前から民主党側からもドミニオンのシステムの不具合が出る可能性があると聞いていた。このソフトは不正選挙に使われ、我々は調査を進めている、重要な問題に直面するであろうと語った。番組の後、私なりに調べたところ、ベネズエラで制作されたこのソフトは世界中に販売されている。そして恐ろしいことにこのソフトは不正選挙に使う目的で作られたものだという。では今日はこの辺で失礼いたします。最後まで聞いてくださってありがとうございます。またお会いしましょう。